はい、皆さんこんにちは、203です。今日は前々回公開したエモンダ ALR ですね、アルミロードバイクで軽量化っていうことでエモンダ ALR の動画を出したんですけど、それのまあインプレについてちょっと話していきたいと思います。6キロ以下の、まあ、ロードバイクって乗ったらどうなるっていうのはすごい、まあ、興味あるところだと思うんですけども、実際のところは今回はフレーム自体はまあ普通のアルミロードバイクなんで、そこがまあ華奢なわけもなく普通に乗れる、ガシガシ乗れるフレームなのと、あとパーツも結構信頼性の高いパーツを選んでるんで、軽い中でも特にその乗ってそのやわな感じがするとか耐久性が低そうな感じというのは実は意外となくて、普通に乗れちゃうっていうのがまあ本当最初の印象ですね。まあ、今回の中で本当軽量化で耐久性にちょっと疑問が出そうなのっていうのはスプロ系ぐらいしかないんですよね。スプロ系がまあアルミの超軽量っていうことで、まあ噂とかだとその結構すぐギア飛びしちゃうというか刃が欠けちゃうとかそういうことが起きやすいみたいなんで、まあ実用性はほぼほぼないというかすごい低いっていうことだったんで、そこはまあちょっときついかなと思ったんですけど、普通に乗る分にはそんなに問題はなさそうですね。ただ今回のスプロケで一つ一番困ったのは刃数がちょっと狭いというか12から25っていう刃数だったんで、フロントシングルで考えると全然足りないですね。まあ、11、30とかそういうのだったらまあなんとかオールラウンドに行けたかもしれないですけど、12、25っていうのはまず25っていう方がそのフロントが、シングルの場合 38T なんですね、フロントが。で後ろが25だともう明らかにその坂がきついですね、上り坂が結構きつくって、そこがギア足りないなって思うのが一つと、あと 12T っていうのもフロントが38ってことで、要はまあインナーで走ってるような形になるんで、インナーでトップが 12T っていうのこれもちょっとまあ足りないというか、 11T だったらもうちょっとスピード出るかなって、同じ系列でもスピード出るかなっていうのはちょっと思いました。なんでまあアルミとか超軽量とかっていう前に刃数がちょっと合ってなかったかなっていうのが最大のこう、残念なとこではあったんですね。だからここのスプロケだけ、まあ、例えばデュラエース、信頼性なのデュラエースでしかも軽量でっていうのの11から30あたり、これをつければもう本当に自転車としては全然問題ないものになるのかなって思います。あとはまあ好みで、サドルですね、サドルをまあ好きなものに変えてもらえれば乗る分には全然問題ないですね。ただ僕自体はそのサドルも中華カーボンの、まあ、3000ぐらいのものなんですが、あれは全然普通に乗れますね。僕は100キロぐらいまでだったらあれでも全然お尻とか痛くならないで、ヨーヨーは全然できるんで、あのサドルがダメっていうのはあんまり、まあ、好みがあると思うんですけども、意外と形が良くてお尻が痛くならないっていうのがありますね。まあ、形は確かにああいう形好きで、僕は他で言うとスペシャーのスペシャライズの S ワークスのローミンエボっていうのがすごい好きで使ってるんですけど、あれも形が似てますね。そういうちょっと細い形のが好きですね。で乗り味なんですけども、まあ軽いっていうことで漕ぎ出しはすごい軽いですね。でハンドリングがすごいクイックですね。まあこの辺はまあ車両っていうかフレームとかよりもやっぱりタイヤ、ホイール、あとはチューブ、この辺の影響がものすごい大きいのかもしれないんですけども、タイヤがブリヂストンの、エクステンザ R1S っていうのだったんですけど、これの 23C なんですけど、まあ、140g ぐらいしかなくて超軽量なんですよね。だからこれはもうちょっと走ったらパンクしちゃうんじゃないかみたいな、そういう印象だったんですけども、実際乗ってみるとまあ全然普通で、割合グリップが良くて、転がり抵抗はちょっと高そうな感じはして、あんまりその転がる方ではない印象ではあったんですけど、ずっともうとにかくずっと漕いでないといけない、進まないみたいな、そういう印象はちょっとあったんですけども、
あの海苔味というか不安な感じは全くなかったですね。下りも結構スピード出てたんですけども、全然その下ってる時のスピード出てる時の状態の不安な感じは全くなかったですね。 23C っていうことだったんですけども、まああまり細い感じもしなかったし、怖い感じは全然なかったですね。ハンドリングの悪影響みたいにも感じなかったです。僕の中で下りで怖いなって思ったのは、チブラの 22mm の、ものですね。それが細いのが下りです。超怖かったですね。それはもう全然スピード出せなかったんで、怖い思いをしたことがあるんですけど、今回のは普通に全然怖い思いをせずにスピードを出して下っていけたんで、その辺は全然問題ないですね。まあもし気にするとしたら耐久性のとこなんですけども、まあそこまで乗ってないんで全然耐久性がいいのか悪いのかも全く分かんないですけど、ただその何十キロっていうのを何回か乗った感じでは全くそのなんか耐久性の悪そうな感じはインプレッションとしてはなかったですね。全然普通に使えるなっていう感じはしました。で今回そのチューブが、ラテックスチューブっていうのを軽量のものにしたんですけども、それがものすごい乗り心地がいいですよね。だからタイヤが細いしアルミフレームなんですけど、ラテックスチューブってことで結構路面の悪いところのアスファルトをかなりスピード出して走っても全然その突き上げというか嫌な振動がなくて乗り心地がすごい良かったですね。これはおすすめだなと思いました。ただやっぱりそのラテックスチューブは、これもやっぱりパンクの危険性はちょっと上がるっていうのもあるのと、あと空気が結構自然に抜けていくのが早いんで、一晩経つともうほとんど空気抜けちゃってる状態なんで、まあ毎回必ず空気入れないといけないっていうことがあるんで、まあ面倒な人にはちょっと良くないかなと思います。ただ、まあどっちにしろ毎回乗るときは空気入れる習慣だったらまあ特にいいかなと思います。まあ面倒なのが、嫌いじゃない人にはおすすめですね。とにかく乗り心地がいいし、もう軽くなるしで、すごくいいです。ただ、まあ、カーボンホイールとかの場合は、熱に注意ですね。下りの時とかでブレーキかけてカーボンリムが結構熱を持つと、まあ、チューブが破裂するっていう可能性が高まるんで、まあ、カーボンホイールに入れるのはちょっと危ないですけど、今回は、まあ、普通のアルミフレームのエグザリットのものなんで特に不安感は全くなかったんですけども、まあ、ホイールには気をつけた方がいいかもしれないですね。モンダ ALR 自体の、まあ、乗り味っていうのはちょっと今回そのフロントシングルだったり、まあ、タイヤチューブがちょっと特殊だったりってことで正当なその判断っていうのはちょっとできないんで、実は今普通の仕様に戻して乗ろうと思ってます。でフロントシングルやってフロントダブルで普通にデュラエースフルデュラエースにして、スプロケもデュラエースのもので、まあ11から28のものでタイヤチューブも普通のものに戻して、まあ、ペダルなしで 6.3 キロぐらいの状態にして、組み直してあります。それで、まあ、乗ってインプレしようと思ったんですけど、ちょっと雨がずっと続いててまだ乗れずにはいるんですけども、もうこの仕様になるともう完全に普通の自転車と変わらない、まあ軽量なんですけど、耐久性とかそういうのは一切、まあ、不安は全くない状態にはなるんで、それでまあ乗って、フレームの方のインプレができたらいいなと思ってます。ちょっと本当雨が多くて、週末雨降ってるのが多くて全然乗れてないっていうのが現状ですね。まあ本当そのフロントシングルの状態で乗っても割合まあ普通に乗れるというか全然不安なとこはないし、まあパーツ自体は全然普通のものなんで軽量なだけで、その耐久性に不安のあるようなものはほとんど使ってないんで、まあ本当乗れば普通といえば普通ですね。だからロングライドとかもまあ乗れるだろうし、まあ、もちろん軽いんでヒルクライムレースとかも全然いけるとは思うんですけども、なんかこう軽いっていうとこう壊れやすいみたいな、フレームとかホイールまでやばくなっちゃったっていう風に、
勘違いしちゃう人もいるかもしれないけど、ホイールもフレームもそもそも普通の耐久性のある普通に使う、まあ、通勤とかでも使えるような、まあ、そういう普通の、耐久性のあるパーツで組んでるんで、まあ不安みたいなのは、まあ、そもそも本当はないんですけど、ただ軽いっていうと本当に印象的に脆いんじゃないのかっていう風な、印象が持つのはもちろん当たり前なんですね。もちろんそういうパーツもあると思うんですね。軽いイコールもう本当に、やわいとか、その壊れやすいっていう、そういうパーツももちろんあるんですけど、今回組んだのは、まあ、意外と普通のパーツ、普通というかちゃんとしたメーカーの、ボントレガーだったり、まあ、シマノだったり、まあ、そういうのの上級パーツということで軽くなってるっていうものを使ってるんで、まあ信頼性っていう意味では特に問題はないですね。ちょっと今回その思ったのが、まあ前から見てもらってる人は誤解は多分なかったと思うんですけども、やっぱりこの今回のそのアルミフレームで軽量化っていうのを初めて見た人はそれが最初なもんですから、結構その僕が意図してたのと違う風に捉える人がやっぱり結構多かったみたいで、そこは申し訳ないなと思いました。僕自体はそれ以前にやってた動画でカーボンフレームで金額的にも豪華な軽量パーツを使ってどんだけ軽くできるかみたいな、もうパーツとしても飛び道具みたいな、もう高価で軽量っていうのをつけてどこまで軽量ができるみたいな企画はすでにやってたんで、今回のそのアルミフレームっていうのはアルミフレーム、アルミホイールで、まあいわゆるそんなべらぼうに高くないパーツを使って、まあ普通に買える、あるいはまあ中古で買っても中古で安く買えるようなパーツをなるべく多く使いながら、価格を抑えながらリーズナブルにどこまで軽量化できるかっていう、まあ自分の中でのこうルールじゃないですけど、そういうコンセプトでやってたのが、まあ初めて見る人はもちろんそんなことなんてわかるわけないんで、もっとこのパーツこうすれば軽くなるんじゃないかとか、もっとこれにすれば軽くなるよねみたいな意見を持つのはもちろん当然なんですよね。ただそういう効果で軽いパーツをつけて軽くしたっていうのはもうすでにカーボンの時の動画でやってることなんで、それをやるとただフレームがアルミになっただけじゃないかっていうことになっちゃうんで、企画としてはちょっと面白くないっていうことがあって、まあ、今回はできるだけそのアルミフレーム、アルミホイール、できるだけリーズナブルなパーツで軽くどこまでできるかっていうコンセプトでやったんで、それがちょっとまあ初めて見る人にとってはそこの意図が伝わらなくて、もっと軽いパーツあるじゃんみたいなのは、まあ、当然ながら思うんですよね。そこが、こっちの作り手のこう意図とその見る人の初めて受ける印象がやっぱズレが出てきちゃったっていうのが、まあ、特に今回初めて見る人っていうのがすごい多かったっていうのが、ちょっとそこでズレが出ちゃったのが申し訳なかったかなっていうのがあって、まあ、コメントでもやっぱりそういう風なコメントをいただいて、なんていうんですか、すごい気づきがあったんですよね。今まで見てくれた人は多分誤解はないかったと思うんですけど、やっぱり初めて見る人がたくさん増えるにつれて、あ、こういう見方をする人がいるんだなっていうのがちょっと想定外だったっていうか、そういう気づきもあって、やっぱりそのたくさんの人に見てもらうっていう意味では、そういうことも少し考えながら撮っていかないといけないのかなっていうところはちょっと反省点としてはありましたね。で、まあもうちょっと車両としては、乗って、まあエモンダ ALR のインプレ自体はちょっともう少ししていきたいとは思います。動画にできるかちょっと雨次第なんですけども、わかんないんですけども、まあもう少し乗ってみたいとは思います。ずっとこれ乗るかっていうとちょっとそうじゃないのかなっていうのも先にちょっと言っておきたいんですけど、実は今回乗って人だけちょっと残念だなと思ったのが、フレームが、まあ、今回50のサイズを買って乗ったんですけど、っていうか、まあ、中古だったんでサイズがあんまり選べなかったのもあるんですけども、ちょっと僕にとってはワンサイズ小さかったんですよね。僕が普段乗ってる同じトレックのマドンナインの方は
52っていうサイズで、それでぴったりなんですけども、今回50ってサイズでやっぱりちょっとだけちっちゃく感じたんで、ちょっとずっと乗ってくにはサイズ合ってないかなっていうのはちょっと思いました。まああとはそのエモンダ ALR がまあ普段乗るようにすごくいいとは思うんですけども、もう一台僕はあのリドレーの、ダモクレスっていう、まあ、これ10年ぐらい前のカーボンフレームなんですけど、これもまあそこそこの値段で買って、まあ、普段ガンガン乗るように買ったんですけど、こう2台同じような感じで割合そのオールラウンド系のフレームでこうそこそこの値段で乗りやすいみたいのが2台あると、まあ、2台はいらないよねみたいになるのがちょっとあって、まあ、多分どっちかは手放さなきゃいけないかなっていうのはあります。でそれも、まあ、乗り比べして、まあ、自分に合った方を選ぼうかなと思ってます。まあデザインかっこよさのエモンダか、まあ、希少性と、まあ、乗り味が面白かったダモクレス、どっち選ぶかみたいな話にはなるんですけど、まあ本当とにかくエモンダはとにかく見てかっこいいですよね。日光の下で見た時のあのカラーリングメタリックでマジョーラっぽいそのカメレオンパープルみたいな形の色が本当パープルに見えたりブルーに見えたりって、角度によって光の当たり方によって全然見え方違ってきて、すごいかっこいいですね。かっこいいというか綺麗というか、本当にまあ美しいフレームですよね。それがまあ他のこうボトルケージの色とマッチしたりとか、タイヤのアクセントの黄色とマッチしたりです、全体としてものすごいかっこいい出来になってるんで、これはめちゃいいなっていうか、あんまり手放したくないなって感じはするんですけども、まあ何台も同時に持つのはちょっとあれなんで、まあ、どっかのタイミングでは、まあ、手放すことにはなるんだろうなと思うんですけども、まあ、本当アルミで1台持つだったらこれが一番いいかなっていう風なかっこよさではあります。はい、いかがだったでしょうか。今回はアルミフレームエモンダ ALR の組んでから乗ってみたっていう感想インプレッションをお届けしました。今後もまあいろんな自転車系の動画出していきますんで、よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた。